ちょ、こんにちは。今日は、はい、まあ、セ・リーグのね、はい、ブレイク前までの戦い方を前回やったので、はい、今度はパ・リーグ編いきましょう。はいはい、まず楽天、はい、石井監督が監督として、まあ、機能し始めてるというか、まあ、偉そうに言ったら悪いけど、やっぱこう旗目から見てるとね、はい、最初はなんか落ち着かないような感じもあったし、うん、まあ、例えば野村監督の下でやったねスクイズを2回連続でしたりだとかさ、はい、なんかすごく動かし方がなんか知的になってきてるなっていう感じもするし、で 1,2 番の小深田、鈴木大地、これがまたいいしね、交流戦入って、まあ、6月に入って2人とも4割打ってるんだよ、はい、そしたら浅村でしょ、はい、だからそんなに心配はないんだよね、うん、で岸も久しぶりに勝ったとかさ、ね、則本が勝ったり負けたりしてるけど、はい、あとはやっぱマー君に勝ちがついてくると少しチームが乗ってくるかなっていうような、そこです、ね、まあ、そういうとこぐらいしか心配ないんだよね、うん、心配なのは茂木かな、茂木が出たり入ったりする選手なんだよね、はい、だからその茂木が調子のいい時に、まあ、いきなりクリーンアップに入れたりとかして、例えば抜けちゃうと、あ、後にこうまた変えるのが大変になってくるというかさ、はい、岡島もいいし島内もいいし、うん、まあ、茂木もいい、クリーンアップ過ぎてからのそうですねなんかこの左っていうのはすごいいいんだよね、はい、だからじゃあやっぱりそうなってくるとソフトバンク、まあやっぱり1位走ってるチームはさ、ね、まあ、例えばその阪神にしたってそうだけど、はい、そんなに心配してもしょうがないよね、うん、まあ、阪神はバントっていうのが心配だけどそうですね、まあ、楽天の方はバントも決めてるしな、はい、スクイズなんか2回連続成功してるしな、だからそんなに心配はないんだよね。あとなんかチームのそのやっぱ勢いとかまとまりの中で田中投手が勝ちがこの1ヶ月の中でこうポポンとつけばさらに乗ってくるってことですよ ね、まあ、次にソフトバンク、はい、まあ、ソフトバンクは、まあ、森の離脱があってもモイネロがもう帰ってくるよね、はい、まあ、そうなってくると岩崎っていうのがセットアッパーになるのかな、はい、そうなってくるとそんなに後ろで崩れるっていうことはなくなってくると思うんだよね、うんうん、まあ、心配なのはやっぱ怪我だよ。周東選手が、まあ、抜けましたよね、さらにやっぱあれだけ1番で使われてて、はい、あの率であれば、うん、やっぱダイソーだよね、もう一回初めから。やっぱ彼自身がすぐ焦ってたね、はい、でこの前盗塁死をした広島戦だったかな、ワンストライク後に走ってんだよ、はい、普通さワンストライク後っていうのはさ、特に広島の野球はさ伝統的にあるんだけど、はい、2球目ウエストしてくるんだよね、うん、はい、だからそういうことを考えると、まあ、他の球団でもワンストライクをストライクを揃えない、うん、そのためにやっぱ走ってもいいように外投げやすいキャッチャーのところに要求するんだけどさ、はい、やっぱちょっと過剰になってるね、うん、自信もで結果も出てないしさ、はい、でそこは自信喪失というか、過剰と喪失が相まって怪我をしたという、はい、だからちょっと焦りもあるしね、はい、だから少しブレークを入れた方がいいし、はい、だから主力じゃないわけよね、まだね、そうですね、うん、アイテムとしてはいるけども、うん、パーツとしては、はい、だけどまだ主力ではない。ただ主力の怪我が心配だね、はい、まあ今宮も出てるけどいつ出れなくなる、はい、体調不良が訪れるかもわからないし、で1番が、まあ、三森だとか、はい、牧原とか、はい、打ってるけどまだ固定されてない、うん、まあ、上林っていう人間も打ったりとかもしたけども固定されてない、うん、その一番を使う、例えば三森を使った時にファーストに入れて中村晃がレフトに行くとか、だから中村晃もユーリティだけど落ち着かないんだよね、やっぱ一つのポジションをやっぱ責任を持って守る方がやっぱ野球のリズムって狂わないわけよ、うん、レフトに行ったりファーストに行ったり、はい、で野球ってさ距離感でやるんだよね、はい、で外野手ってすごく遠いでしょ、はい、その距離感で野球をやるわけよ、うん、でもファーストだったらめちゃくちゃ近いだね、バッターに、はい、そ距離感が変わってくる、うん、そうなってくると中村晃の調子を安定させるっていうのは非常に難しい作業なんだよね、はい、
だから彼はよくやってるけどさ、怪我しなければいいなと思うよね。そうです、ね、ただあそこは甲斐がしっかりしてるから、はい、だから今年はいい勉強してるよね。ピッチャーが苦しんでるだけに甲斐も苦しんでると思う、はい、一緒にね。だからいい勉強もしてるし、いい勉強しながらもあの地位にいるわけだから2位というね、うん、だから怪我人を出さないことだね。ソフトバンクじゃこの1ヶ月はとにかく怪我人を出さない。出さないって言っても出ちゃうからなそうですよ、出ちゃう時は。解説者としてさ怪我人を出さないなんてないなことを言っててもしょうがないわけよね、はい、だけどやっぱりあそこら辺はやっぱ毎年毎年勝ってきて金属疲労も起こしてるよ、はい、だって他のチームよりも多く試合やってるわけだから毎年、うん、日本シリーズに出て、はい、それも厳しい7試合を戦うわけだから、うん、まあ、最近2年は4試合で終わってるけどね、はい、なぜか知らないけどなんででしょうか ね、はい、だけどやっぱり相当な疲労が来てるよね。そうですよね、うん、これまでの、うん、だから怪我人を出さないでほしい、はい、でロッテ、ロッテ、はい、まあ、ロッテはやっぱ投手陣のちょっと整備だね、うん、野手はね本当に得点力も上がってるし、はい、勝負強くなってるし、まあ、その中で角中がいいとか、うん、レアードがよく打つとか、うん、マーティンも外国人もいいとかね。ただ計算してた二木がさほど勝ち星が上がらないとか、まあ去年6番手で投げた岩下が悪くはないんだけど勝ち星が上がってこないとか、うん、抑えの増田がちょっと不安定なところもあるとか、はい、でソフトバンクにものすごく弱いとか、うん、まあ、そういうことがあるよね。だからピッチャー陣の、まあ、整備だな。いいピッチャーいるからね、はい、だからそれを整備したりとか、うん、まあ、佐々木朗希、はい、ヤクルトに投げた時にやっぱり一番良かったよ3試合目で、うん、やっぱどん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 プロのマウンドにも慣れてきてる。だけどちょっとここでちょっと言わせてもらうけどさ、はい、村上にホームランを打たれたんだよ、まっすぐ、はい、低めの151キロかなんか、うん、で次フォークで三振取ったんだよ、はい、俺は意地でもまっすぐで三振取りに行ってほしかったんだよ、はい、わかる、はい、そこはっていうところですよね。そこはってやっぱちょっと経験が薄いかな。いや、その場面だけじゃないよ、その場面は三振取ったんだから褒めて使わす、うん、だけどなんていうんだろうな、まあ、全体的に見て、はい、よく打ってるけども、はい、キャッチャーとしてこれ本当に勝負入った時に大丈夫かっていうようなちょっと不安があるよね。もっと攻めていった方がいいっていうことで、いや勉強することがたくさんあるからさ、あキャッチャーって、はい、だから経験値がやっぱない分だけ、うん、まあ、彼も苦しんでると思うけど、はい、バッティングの方でねすごくいい部分は見せてくれてる、はい、だけど早く経験しろって言ってもしょうがないじゃん、うん、でも俺はロッテが今年はいいって思ってるだけに、はい、そうですね、だからそこら辺を解消っていうかさ、はい、まあ、手取り足取りでもいい、使うんだったら、うん、もう本当に教えていってほしいなと思うよね。まあそろそろ田村も戻ってくると思うけどね、怪我が明けてね、はい、うん、そしてそのロッテにもちょっと見えかけてるのがオリックスね、はい、オリックスはもうとにかくわっしょいわっしょいだよ今、すごいですからね、まあ、ミスも出るよ、はい、ミスも出るけど、でもね、まあ、例えばモヤに変えてジョーンズとかさ、はい、代打を送る、うん、普通外国人に代打を出すときって気を使ったりとかもするんだけど、はい、でもジョーンズだったら文句言わないでしょ、モヤも言えないですよ、言えないよな。でも外国人に外国人ってないですね、うん、そういえば贅沢だろ、はい、それがまたジョーンズが結果を出してるとかさ、はい、T 岡田もいいし、杉本もいいですね、うん、飲み会明けちょっと元気なかったけどまた元気を取り戻してるし、はい、まあ、吉田安定してるし、うん、で福田がいいね、はい、一番打ってる、うん、福田がやっぱこうよく頑張ってるし、うん、でキャッチャーも伏見とか、はい、頓宮とか、うん、もうここも競争してるし、はい、で宗っていうのもものすごくはつらつとやってるし、うん、だからいいことばっかりなんだよ、はい、紅林も成長してるしね、うんうん、だからこれワンチャンあるぞみたいな。この1ヶ月でオリックスこのままでいくとどのぐらいまで順位上げる可能性がありますか？いや A クラスに入ってこれると思う、まあ、3位、うん、2位とかまではちょっとあれですかね、いく可能性は。いやあるある、この勢いだと。だってピッチャーがいいもん、めちゃくちゃいいですよね。もう山岡、山本、宮城、はい、まあ、山崎、はい、田島、はい、とかもう、で中継ぎ陣も豊富だしさ、ただやっぱちょっと中継ぎ陣が少し不安な部分はあるけどね、はい、まだまだね、それ言っても、うん、
でもやっぱゲームはしっかり作ってくるよ、あの先発陣は、はい、だからちょっと打てば、はい、また打てるやつがいるからさ、はい、これは面白いよ。あの確実に例えばこの1ヶ月のパ・リーグのこの、うん、なんていうんですか、嵐の目というのか、うん、台風の目というか、うん、そういう風になることは間違いなさそうですか。いやもうなってるよね、もうすでに。いやそれはね、もうパ・リーグのチームはオリックス警戒だもんね、うん、全然絶対に、うん、そりゃそうだよ、はい、そりゃやっぱ破壊力あるピッチャーはいいって、これはもう言うことないじゃんですねお前4億円がお前ベンチに座って代打に出てくるんだぞお前、そんな贅沢なチームってないだろお前。ないですね。ないだろ、はい、贅沢極まりないよ本当ですね、うん、もうオリックスはちょっと台風の目になりそうということで、もうなってるか、なってる、今なってるということで、そう巨大だよ台風もエミーっていうような台風の名前がつくかもそんなですか。ああもう、いやちょっとオリックスから目が離せないですね。いや本当に、はい、いや野球を見てても面白いしね、あそこの野球はね、はい、うん、だからすごく期待してるよ俺も、はいはい、さあそして5位6位のチームになっていくわけですけれども、はい、西武はやっぱ怪我人が治ってこないことにはな、でもそれでもね、はい、あそこはね若手がすごく頑張ってる、はい、まあ愛と山田、岸、うんうん、ね使われてるけど、はい、いや本当に一生懸命やってるよ、うん、みんな競争して、でねあそこはねやっぱ振れるバットが、うん、で先輩たちがブンブン振るから、はい、それ負けてらんないんだよ、うん、で三振気にすんなみたいな、はい、ね、俺らもどれだけ三振してきたんだみたいな、うん、ね、ブン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 振るし勢いあるし性格的にで前に前に行くよ、うんうん、だからすごくあの今年は怪我人を出してダメでも将来的に見える感じがするよね、うん、すごく、うん、今年苦しいけどもなんかチームとして光が見えてる年だと思うよ、うん、クローザーはしっかりしてるよ平投手、平、ね、結局平になったけどね、はい、もう本当抑えやると外人でもダメなんだな、フラフラなんだな、なんででしょうね、ギャレットだっけ、はい、だってあれだけ157とか投げるんだよ160近いボール、うん、投げててもふうふう言って投げてるからね、うん、そうかみたいな、そう見てて、まあ、そうなんだろうね、うん、でもまあ平がねパッと収まって安定はしてるしね、そうですね、うん、となるとこの1ヶ月の戦い方っていうのは西武は今いる現状 の, その選手たちで頑張ってるんですか。でもね西武を舐めるとやられるよ、もうピッチャーが悪い悪いって言われてるけど、はいはい、高橋光成、今井、はい、松本、うん、この3枚いいからね、そうですね、うん、舐めてると俺はやられると思うよ、うんうん、西武もこのまま死んだふりしてるけどまあ死んだふりはしてないか、してないですかね、いやだけど、はい、これ本当にね上行く可能性あるよ、西武はしぶといから、だからオリックスとその西武がぐっとまた上がってくるっていうことですね、うん、で山川がもう少しホームラン打ってほしいな、うん、そうですね、ホームランタイトル取ったぐらいの感じでこう若手が出てきてるわけだから、うん、なんか引っ張ってほしいよな、そうですね、うん、西武、まあ、そうなったら来ると本当に面白くなってくると、はい、日本ハム、はい、耐えて勝つもうそれしかない、そうですね、中田翔選手もね、やっぱね先発ピッチャーを早く変えすぎる傾向があるな、あ、今年の日本ハムっていう、うん、はい、あのソフトバンクに行ったさ、はい、あの今年ね、うん、マルティネスっていう投手が月間 MVP を取ったんだよ、はい、ね、それ日本ハムにいたんだよ、はい、で日本ハムの使われ方っていうのがやっぱ中継ぎやらされたりだとかさ、先発も4イニングしか投げさせなかったりだとかさ、はい、そういうことで結果が出なかったんだけど、はい、ソフトバンクに行った途端、ね、月間 MVP で取りましたね一切年食らってて、はい、上になってて、はい、それ先発できっちり使うからさ、うん、いやだからそこにやっぱ気がついてほしいと思うよ俺日本ハムは、はい、で加藤でもさショートスタートで今年は先発ってね、そら選手の負担考えたら大変だよ、うん、それも考えながら、はい、やっぱりこうやっていかないと今のやり方ではやっぱダメだっていうことだよね、うん、まあ偉そうに言っちゃうちょっと申し訳ないけどやっぱ気がついてほしいかなと思うよね、この1ヶ月の間にそこ、まあ、修正ではないですけど気がついて変えるってことですよね、うん、それとやっぱり日本ハムに対して、うん、いろんな人が感じてることは一言で言うと練習しないっていうんだよ、そうなんですか、やらせないって、え、
いや本当にそれ自主性に任せるってこと、まあそれもあるだろうし、やっぱこう計算のもとでやってるんじゃない。 あそこは割とこう新人を触るなとか、はい、ね、そのままでいい、はい、とか、はい、で練習は何時からで球数は何球までしか投げちゃいけないとか、はい、そういう決まり事がやっぱこうあるからね、うん、まあメジャー方式っちゃメジャー方式なんだけど、でもメジャーの人だってやっぱ練習してる人は練習してるしね、うん、一回ねヤンキースに取材に行った時があって、はい、早く行きましょうって言うから、うん、11時頃、うん、ナイターだよその日、ナイターなのに午前中の11時ぐらいに着いちゃったんだよ、はいはい、何すんのって言ったら、うん、音がするんだよ、はい、え、何の音だと思ったらマシンをガンガン若手が打ってるわけ。え、練習してるんですかその時間から。その中にマッティングリーっていうのがいて、はい、もう主力だよ、うん、それも一緒に打ってたんだよ。え、練習してるんですね。いやだからメジャーって練習しないって言われてるけど、はい、やっぱ陰でやったりだとかさ努力はしてるんだよ。あ、そうですよね、うん、だからそこを見ないとね、うんうん、だから日本が悪いっていうわけじゃないけど、それで勝ってきてるチームだから、うん、ただ俺が思い出す日本ハムってさ、強い時期ってみんなね守備位置に全力で走っていってたんだよ、うん、例えばライト稲葉って言ったら全力で行くし、はい、センター新庄って言ったらバーン行くし、はい、レフト森本一緒に行ったらバーンと行くんだよ、はい、内野手もバーンと行くんだよ、うん、そういうことの隙のなさっていうのを俺日本ハムが強い時に感じたんだけど、やっぱそういうことがもうちょっと失われてるかな日本ハムは、うん、だからそういうところにやっぱ隙のないところに立ち返った方が俺は早いと思う、はい、うんうん、そこですね日本ハムは、うん、だからこれから1ヶ月間守備位置につくときに全力で生かすとか、はい、うんうん、そういうのはね気持ちを変えていくってことですね。そうそうそう、だからそれは俺は大切なことだと思う。そうですね、はい。